次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。難攻不落。それ。決勝せよ。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。ベニー冒険団出発！
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、剣女盤石、すべてのケリをつけるときだ。くらい禁止、わめきなさい。やっ、くらい粉々よ。はい、やっ、避けよ。それ、くらい難攻不落。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。
千年もの雪辱を果たす。この地が貴様らの墓場となる。その身に安全が早い。全力攻撃。この仕事は排除するべきですね。お触り禁止よっ。長老のようにうなれ。目には目をよっ。燃えろ。召喚結晶。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。
私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。